こんにちは。インターナショナルワイヤークラフト協会の土屋千恵子です。今日はですね、こちらの不織布マスク、結構ね、蒸れたりしますよね。こちらを蒸れにくく、なおかつこちらのね、フィルターを使って高性能なマスクにね、ちょっと一手間加えてアレンジする方法をお伝えしたいと思います。まず使うものですけれども、こちらの業務用のリードペーパーですね。で、大きさが小サイズで、サイズの方が 214mm×240mm になります。で、普通のリードのキッチンペーパーでもね、こちらの同じサイズに切っていただければお使いいただけます。はい、次にこちらがヤマシンのフィルターシートになります。で、こちらはね、こういった薄いシート状なんですけれども、医療用マスクの N95 と同じぐらいのね、防げる効果のあるフィルターシートと言われています。とてもね、通気性がいいですので、こちらを使います。あとは、不織布のマスクと、あとハサミですね。ハサミと、あとね、こちらの多用途接着剤を使っていきます。で、ちなみに、こちらのね、木工用ボンドでつけてみたんですけども、やっぱりボンドの独特の匂いが残る感じですので、やっぱりこのね、匂いのない多用途接着剤がおすすめです。まずですね、こちらリードのキッチンペーパーをミシン目同士が合うように、このようにね、二つ折りにします。そしてこのね、折ったところをハサミでカットします。これで半分を使っていきます、はい、でマスクの上にこのように置きます、はい、で、このね、マスクからはみ出ない位置で折ります。それぞれね、上と下を折ります。こんな感じで、はい、そうしましたら、このね、かぶせてある方の上のところに接着剤をつけていきます、ね、はい、そしてこのね、フィルターシートの、このフィルターシートの上の位置に合わせて、このようにね、貼ります。こちらの多用途接着剤なんですけれども、空気に触れるとすぐに固まってしまいますので、もう使い終わったら空気を抜いてすぐに蓋をするようにしましょう。そしたら今度はこちらのフィルターシートの上側に接着剤をつけていきます。そしてマスクのね、上のラインに合わせて貼ります。はい、これで完成ですね。フィルターシート、リードペーパーと3つ重なってるとね、蒸れるんじゃないのとか、通気性悪いんじゃないのって思われるかもしれないんですけれども、このね、2つとも通気性がとても良くてね、息苦しさとかを感じることはありません。なおかつこのね、リードペーパーが肌触りが良くて、蒸れをね、防いでくれる感じですので、不織布マスクだけで使うよりも快適にマスクをつけることができます。ぜひお試しください。